さあみんな、今回の旅はいつもと違う車で旅をしたいと思います。さあ今夜お借りする車はこちらだ。サニーカステイの、はじめまして、カステイのゆうやです。ゆうやくん、よろしくお願いします。じゃあ早速ですがレンタルする時の手順をね、はい、一通り紹介してもらいたいと思いますので、じゃあゆうやくんよろしくお願いします。まずは鍵がですね、いくつかあるんですけど、いっぱいあるね、鍵。はい、車の鍵以外にも、はい、ドアの鍵とかあるので、一つずつ説明して、お願いします。はい。この後ろの南京錠の鍵は一番小さい鍵。ちっちゃい鍵ね。はい。はい、一番ちっちゃい鍵。南京錠かーい。こういう感じで、開けていただいて。あ、リアエントリーですね。で、まあ後ろ、ここがもともとトイレだったんですけど、今も物置として、はい。中からまた後で確認いただけるんですけど、使えます。はい。で、ここですね。オーニングのレバーがそこに入ってると。はい。はい。まあオーニングちょっと狭くて全部広げられないんですけど、はい。まあ使い方回してぐるぐるとすると出てきますと。はい。そのやり方は別のキャンピングカー屋さんの YouTube で詳しく説明してるのがあるんで、今日広げられないからね。はい。オーニングの注意点としては、強風の時はちょっと使わないでください。了解しました。これリアからでもね、結構詰めますね。あ、そうですね。後ろもはい詰めるようになっております。はい。はい。こちら行きましょう。はい。こちらに回って、はい、この、こっちは、使うことなくて、はい、下が、2番目に小さい鍵。はい。回して、ここの、これも回してもらって、はい。開くようになってます。パカーンとね。はい。で、緊急時用の、はい。器具が入ってます。ジャッキとかね。ジャッキとか、はい。はい、基本的にあんまり開けることは、まあまあ、そうでしょうね。はい。はい、続きまして、給油口ですね。はい、しかし鍵多いな。鍵が多いんですけど、1泊とか2泊したらだんだん慣れてくる。だんだん慣れてくる。はい。で、ひねるとパカって浮くので、そのまま開けます。はい。で、ガソリンを入れるんですけれども、ディーゼルじゃなくてレギュラーで。ガソリンですね。はい。で、閉めるときはもう鍵取ってこのまま。あ、なるほど。はい。カチッというので、うまく止まれば。うん。はまらないやないか。はまらないんですけど。オッケー。カチっていうのが大事。あ、大事です。鍵の説明は以上。はい。中。はい。お願いします。2つ鍵があるんですけど。お、26。はい。あれ使う鍵もこっちだけで。いらないやないか。まあちょっと。上だけね。上だけ使います。はい。2番目に大きい鍵です。ここに、ドアが止まるように。あ、はい。ストッパーがここにあると。はい。じゃん。で、電装設備説明します。はい、電装設備。はい。サブバッテリーの電源が、ここがサブバッテリーの、サブバッテリーの主電源。はいはいはい。これね。スイッチっていうボタンがあるので、これを押すと、全部使える。おー、なるほど。はい。これが電気ですね。照明関係。で、これが、後で説明するんですけど、あと冷蔵庫。冷蔵庫。はい。はい。あと、シンク、蛇口ですね。うん。ポンプね。ポンプ。ウォーターポンプ。はい。はい。ま、すべてはこのメインスイッチをオンにしてから、メインスイッチをオンにして、このスイッチっていうところもオンにして、全部使えるようになります。めんどくさい。めんどくさい。はい、すいません。そういう仕組みになってますので、はい。覚えておいてください。あと、はい。冬だとちょっと寒いので、FF ヒーターっていうヒーターを使うんですけれども、はい、これベバストですね。はい、ベバスト。これで、はい、つきます。回すだけで着火。で、これは風量ですか？この、ゲージになってるのは。風量です。こちら、何もないです。あ、ダミーかい。じゃあ、ちょっと中。はい、お願いします。はい、一旦靴を脱いでね。ここまでが、土足 OK。あ、そうです。ここまで。はい。これ、まあ、下駄箱とかなんで、下駄箱で使えます。これ、下駄箱ね。はい。で、下駄箱の下のところに、外部電源のコード。ケーブル、これね、大事。こいつを使って、まあ、100ボルトが取れる RV パークとかね。はい。そういうところで外部電源を取ると。はい。外部給電なんですけれども、口が、給電口がここにあります。はい。で、キャップついてるので、これ取って、プラグをね、プラグを差し込む。はい。電源サイトとかあるキャンプ場で、コンセントが使えるので、はい、よくあるのが、このキャップを、外したまま運転しちゃって、これ締め忘れのないように。締め忘れのないように。はい。お願いします。続きましてはこの台があるんですけれども、はい、ここがカセットコンロになってます。これはカセットガスでつく？あ、そうです。で、カセットガスは、右上の棚のところに、はい、はい、この扉の中にガスボンベがこうセットされるところですね。はい。はい、で基本的に、コンロを使える状態で、はい、貸し出しはします。はい、火をつけるときは、うん、手前に引いてカチッて、はまってる状態。左回しってこと？あ、そうです。はい。ひねってカチッ。はい、つきました。ちょっと、おー、いい火力ですね。いい火力ですね。火が使えます。まあ、そこそこいい。はい。パワーありますね。はい。パワーあります。ありがとうございます。じゃあ次、シンクですね。はい。さっきスイッチ入れてるんですけれども、こっちにもシンクのスイッチがありまして。あ、もうこっちにもね。はい。これだ。青で動く。はい。はい。水が出ます。はい。たっぷり。給水タンクが、この下に。ありました。給排水。はい、給排水。給水がこっちで、排水がこのタンクで。はい。基本的に貸し出し時には、半分ちょっとぐらい、入れて、貸し出しをしております。これね、俺からのアドバイス。車中泊歴20年の私からのアドバイス。はい。20ミリのホースを、1メーターか 1.5 メーターで乗っけといてあげると、はい、その公園とかの給水から取りやすいのと、はいはい、コンビニのね、はい、トイレの清掃用具の中に水道って大体ついてて、はいはい、そこが20ミリなんだよね。はいはい、なので、20ミリのホースを入れとくと、いろんなシチュエーションでタンクの給水ができます。ありがとうございます。ぜひ入れといていただけると、はい、助かるかもしれないですね。はい。これ取っていいんだよね。これはい、取っても大丈夫です。持ち運んで大丈夫ってことね。はい。あ、刺さってるだけなのね。排水もそうです。はい、了解しました。この口から、はい。はい。水を入れられます。はい。はい。ここが、冷蔵庫になります。冷蔵庫、はい。はい。開けてもらって。はい。今ちょっと電源つけてる状態なので。はい。走行中は切っといた方がいい、この冷蔵庫は電源。走行充電で、随時充電されるので、はい。つけていても大丈夫です。はい。うん。ここ一応、レンジあるんですけれども、はい、使う消費電力が大きいので、さっきちょっと説明した外部充電をつなぎながらご利用ください。はい、じゃあ続きまして、はい、収納スペースですね。さっきちょっと、後ろからエントリーしました。はい。はい、もうここが、まあ、収納スペースで、ハンガーとかもあるので。衣類とか、はい、縦長だから結構使い方はいろいろレイアウトが。そうですね。考えられそうですね。はい。あと、後ろにも、収納スペースございまして。ありますね。ロックかかってるんですけれども、引いてもらうと。回しながら引いてもらうと、はい、ロックが解除されまして。先ほどの、はい。入り口に。はい。なるほど。で、あと、そうですね、ベッドの。はい、作り方。まずこのテーブルが、取れるようになります。はい。まあ、スタンダードな、あれですね。あ、そうですね。はい。押しながら。はい。足がですね、折れるタイプですね。で、ベッドを作っていくんですけれども、うん、椅子自体をこっちに最大限持っていって、うん、シートを運転席側に倒すと、なるほど、ベッドができます。ちょっとやってみましょうか。このヘッドレストはもう何も押さずに、もう抜くだけです。はい。で、ちょっと、古い車なので、硬くて抜けにくいこととかあるんですけど、なんとかやってると抜けちゃうんで。後ろ側にあるの、そのレバーみたいなのは。あ、そうです。この下に。はい。あ、これね。はい。一応上げながらスライド。スライドさせる。あ、ここまでいきますね。マックスまで後ろにして、ガッチャンと。後ろのシートも同じ要領で、下のレバーを引きながら、はい。あ、ひっくり返るシステム。はい。そっちを倒してあげて、ほんで前にスライドさせると、ほっ。ちょっと若干、すいません。若干不安になってきてるんですけど大丈夫ですかね。俺の寝床は完成するのだろうか。多分僕がここに寝るようになると思うんですけどね。これはまんま流しますけどね。いやでもそうっすね。前なので。そうだよね。形的にはこれが。はい。まあ、いいんじゃないの？寝れそうだから。ただなんかね、後で壊れてるとか俺たちが難癖つけられたら嫌だからさ。まあでも大体フルフラットになりましたんで、はい、ちょっとじゃあ私寝てみますね。こんな感じですかね。あ、でも大人が十分寝れるだけのゆとりあるベッドが、しかもね、硬さもちょうどいい。いいでしょう。素晴らしい。でも本当俺一人ぐらいだったら全然余裕で寝れる。こう、はい、一人寝れるようになって。で、ここ下側にね、シートベルト。はい。シートベルトはどのように引き出しますか？これはもう、このまま、はい。出してもらって。ああ、なるほど。はい。簡単システム。で、腰に巻くっていう感じですね。はい、シートベルトは。そうです。はい。まあ、そのまま出しておいてください。はい。内装で、よく、壊し、がちなのがこの窓。今これ閉まってる状態なんですけども、うん、開けるときはこのボタンを押しながらね、開く。真ん中のこっちを押しながら。これだと。これそう一緒だね。はい、窓が開くんですけども、うん、こうふわーっと、カチャッとはまるところが。うん、わかります。はい。そこ探れとね。あ、そうです。うんうん、バンって開けるんじゃなくてゆっくりやるとカチャッてはまるところがあるんで、はい、こうやって固定して開けることができます。はい。これ上が、網戸になってます。はい、で、もうそのままカチャッと下ろすと下のとはまって固定されるので、はい、この網戸の大きさを調整することができて、へえ。あららららららら。へえ、すご。面白。ああ、ちょっと開けすぎだって時はね。あ、そうです。少し調整ができます。へえ、よくできてる。そうですね。外すのが、ちょっと手外しちゃう。多分こうだと思うよ。大丈夫か。めんどくせえ客が来たなぁっていう窓が、3つ。後ろも、はい。はい、横も全部同じ。ああ、明るい。最高がすごい取れてるね。はい。あと、就寝スペース、バンク。はい。はい。ちなみに、そこの吹き出し口は生きてる？それはクーラーですよね。クーラーです。はい。運転中の、はい。クーラーになってます。うんうんうん。で、上で2人寝れるようになってて、はい。この2箇所にロックがかかってるんですけれども、これですね。はい。この真ん中の銀のオスを押すと、はい。ロックが解除されます。解除されます。で、パカーンと開く。開きます。はい。はい。で、このはしごを立てて登るんですけれども、うん、はしご立ててない状態で、こう体重とかかけちゃったりすると、壊れやすいのに、モキって言っちゃう感じね。はい。必ず、ちょっと、登るときとか、体重をかけるときは。寝るときも必ずかかってる状態。あ、そうですね。ね。はい。体重がかかるから。直角で。これが一つ、はい。支えになってると、はしご自体がね。はい。はい。で、このシートがですね。シート、はい。あるので、ここまで引いて、あら、広いベッド。二人寝れるようになっております。広い。ちょっと青乗ってみる？これ、ベッド。上がってみてくれる？はい。うん、そこから階段からね。おー。どうですか？広い？広い。いいねー。お子さんだと横向きでも。はい。寝れます。なるほど。はい。はい。で、内装の説明は以上ですね。ありがとうございます。はい。この、ドアの網戸が使えるので、この黒のレバーを引くと、この網戸だけ、はい、つってね。多分今ぐらいの季節だと、日中とか。そうだね。はい。開けっぱだから。で、ここで完全にクローズできると。クローズできます。はい。OK。まあ、これはスタンダードな、キャンピングカーとかの作りですね。はい。はい。運転の注意点は、はい、幅が思ったよりあるので、うんうん、ちょっと内輪差に気をつけるっていうのと、あとやっぱ高さが3メートルあるので、うん、過去にあったのだと、駐車場の入り口の屋根でちょっとぶつけちゃうとか、あと、キャンプ場で木の枝とか引っ掛けちゃうみたいなのがあるので、そこはちょっと普段普通車を乗る方は余計注意していただければ、はい、というところだと思います。はい、サイドブレーキが、これ、ひねって。まあ、いわゆるハイエースと同じ。ハイエースと同じですね。はい。ETC はここです。はい。これ絶対忘れないように。よく、はい。忘れちゃう人。で、取っちゃってね、ゲートパーみたいな。はい。4駆があれですね。パートタイム4駆。パートタイム4駆。はい。これは、走行中に変えても大丈夫なやつ？それとも、必ず停車？停車で切り替えですね。切り替えで、はい、お願いします。普段は H2 だよね。普段はもう肉ですね。はい。必要に応じて H4。はい。で、デフロックしてがっちり4駆になるモードもありますが、まず使うことはないやね。ないですね。注意点はそれぐらいですね。はい。バックカメラがついてるんですけれども。これは、ケツが見えるタイプ、それとも、後ろ、後方が見えるタイプ？あ、後方が。あ、わかりました。ってことは、バックの時はここで。それも、あ、切り替わるんだ。あ、そうです。はい、なるほど。やっぱり、そうですね。ちょっと運転不安ある方とかは、助手席の人にちょっと一回出てもらって、見てもらうのが一番安全です。そうですね。はい。以上ですかね。はい。万が一、その、旅行先で、その、車の使い方がわからなくなった装備とか、っていう場合は連絡しても大丈夫なんですか？連絡しても。はい。安心。電話番号は予約時に、もらってますね。はい。なってるので、そこにご連絡いただければと思います。安心。じゃあ以上、サニーのレンタルの手順、ご紹介しました。ゆうやくん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、出発したいと思います。はい。気をつけて。良い旅を。行ってきます。ありがとうございます。さて、それでは私人生初のキャンピングカードライブスタートしたいと思います。それではレッツゴー。お、ちょっとマフラーの音がいいね。アメ車っぽい音がする。だいたい今運転し始めて10分ぐらい、軽くレビューしたいと思います。まずね。エンジンパワーはもう申し分ない。こんだけでかい車体で、そこそこ荷物乗ってるんだけども、全然こうトルクたっぷりでね、パワフルなエンジンなので、アクセルワークにおいて物足りない感じは一切しないですね。むしろちょっといいパワー。100キロぐらいまではギューンって出ちゃう感じです。で、ハンドリングですね。ちょっと直進性が悪い。まっすぐ走るのをキープするのがちょっと難しいかな。常にこうハンドルを微調整していないとまっすぐが走らない感じがするので、ここはね随時気を使って運転しなきゃいけないかなっていうところが少し気になるところで、車幅に関しては、全体的な車幅がほぼハイエースワイドとハイエースワイドより数センチ大きいぐらいのサイズなので、運転席の部分がねナローだからちょっと変な感じなんだけど、全体的にはねそんなに違和感なく運転できてるかなって思います。で、ブレーキがちょっとね甘いの。ブレーキがねかなり踏み込まないと止まらない感じなので、ここがちょっとね不安なので、やっぱりスピード出しすぎない、それから前もってねブレーキを踏むような意識をすると結構安全に運転できるんじゃないかなって思います。以上、ファーストドライブチェックですね。さあでは、ロードインプレッションですね。今ねこうやって軽く山道ですね、ワインディングっていうんでしょうか、こういうカーブの続く道を運転しています。この3日間、運転してみて総合的な僕の感想ですが、これ高さが3メートルあるので意外とこう振られるかなって思ってたんだけども、実はねそうでもなくて、すごくきついカーブでもね安定してコーナーが曲がれるっていうのが、意外なところですね。それから車自体がパワーがあるので、上り坂とかも全然こうなんだか非力な感じはせず、パワー不足なんてことはなくてね、ぐいぐい引っ張ってってくれる感じで、めちゃめちゃ頼もしいですね。エンジン強いて言うならば、ブレーキがねやっぱり車重があるせいかブレーキの利きが甘いので、やはりスピードは出さないようにすることと、早めのブレーキをね意識するようにした方がいいかなって感じですね。で、高速道路だけどもすごくね安定していて運転しやすかったですね。だから総合的にこの運転しやすいです。それから横幅もね 2.2 ぐらいあるのかな、ちょっと大きいんだけどもあまりねその大きさを感じさせない、疲れないですね、運転がね。乗り心地も予想以上にいいです。もっともっとね、こうゴツゴツ跳ね返りのあるね、乗り心地いいかなって予想してたんだけど、全くそんなこともなく、まあ全体的にはかなり高得点な仕上がりですね、これね。後ろの座席に座ってみた感想で言うと、後ろはやっぱりね、普通のベンチシートなので、ちゃんとシートベルトをしてないと、結構体が持ってかれます。左右にね。左右にね。景色が高くなってる分、すごいね、バスの座席から見てるような感じの景色が見れて、すごくね、いいです。いいですね、それね。高い位置からね。ここの位置から見る景色と全然違う。そりゃそうだ。ちょっと得した気分。そうそうそう。まあちょっとね、乗り心地に関しては決してお世辞にもいいと言えるものではないので、後ろの人はね、少し大変かもしれないんですけども、でもやっぱこの旅した先にこのキャンピングカー、この後ろね、居住スペースがあるっていうのは、今回あれですよ、天然パーマファミリー人生初のキャンピングカー体験でしたけども、いかがでしたか、すみさん。まず見た目で言うと、海とかさ、キャンプとか、なんかそういうアウトドアのシーンにすごい似合うなと思って。ああ、そうね。確かにこの車がね、そう映える。デザイン形もなんか古い車なんだけど、すごくいい味を出してるというか、父ちゃんが好きな唯一無二ですね、これはね。あとなんか内装がさ、すごくこういい感じにさ統一されてさ、かっこよく仕上がってるじゃない、おしゃれに。だからなんか後ろで過ごしてると、家の部屋の一角で過ごしてるような、そんなこう落ち着きがあるというか、部屋みたいじゃん。でそれでいて、サイズ的にはどの駐車場にも入るので、本当にね、その辺りを気使わなくていいっていうのは、やっぱ旅の幅が広がるっていうか、本当に行きたいと思ったところに入っていけるじゃない。そうだね。あとは高さだけ気をつければ大丈夫。そうだね。まあそんな感じですね。何よりも運転がすごくしやすいということが特筆するべきところかなと思いました。その上でこれだけの居室を、連れて行けるんだとしたら、いい車じゃないですかね。私一目惚れしております。てか、